シャーリー、何か心配事でも？最近リンヤさんからドクターレビリアの状態を教えてもらってるの。エスターさんたちは博士を覚醒させる方法を見つけたみたい。博士の脳波が活発になってきてるんだって。でもユリン様は博士が目覚めたらどうなるか心配で、安全上の配慮から博士の身柄をシルバーコースト研究センターに移送することに決めたわ。博士は理性を失った怪物になってしまったのかな。博士は人としての理性を失っていないと思うよ。どう見ても彼女の行動には目的がある。シンガー傀儡を利用してリンヤさんに伝言したり、夢の中でラビーとリンクしてミラポリスにメッセージを送ろうとしたり、それに危険を冒して単身アビスに踏み込んだ時、実験室や通路に重要な記録を残している。後から来た人が分かるようにね。それは理性がないとできないことだよ。でも廃棄士の研究にあれだけの犠牲を払ったのに、今では危険な怪物として扱われるなんて、博士はどう思ってるのかな。仕方ないよ。博士は最初から心の中で覚悟していたんだと思う。博士の行動が全部報われるといいけど。エクセキューターさん、シャーリーさん、今いいかしら。エスターさん、何かあったんですか。シルバーコースト研究センターから連絡があったわ。ドクター・レビリアが目を覚ましたそうよ。他にも重要な情報が。リンヤが研究所に向かったわ。あなたたちも一緒に行ってもらえないかしら。わかりました。すぐに出発します。よっ。博士は目覚めた後、ほんの少しだけ私たちと会話を交わして隔離キャビンに戻ったわ。彼女が放出したブラックミストのせいで外部からの監視ができなくなって、隔離キャビン内の状況がわからないし、通信をしても応答がないの。一体彼女は私たちに何を伝えたいのでしょう。廃棄種の大群がネストマザーに導かれてインニスの海域に押し寄せているみたいなの。何かに引きつけられているかのように。ネストマザー、廃棄種の上位種の個体というところかしら。博士の口から直接聞きたいところだけど、今はインニスが優先でしょうね。今まで何度も警告されているもの。博士の言うことが本当なら第二都市が危ない。ユリン様はインニス付近のパトロール強化を命じているし、近頃は廃棄種の活動も報告されていないけれど、逆にそれが不自然な気もする。廃棄種は私たちが気づかない方法で潜伏しているのかもしれない。だけど彼らを引き寄せているものって一体。フィアさん、博士はインニスについて他に何か言っていませんでしたか。いいえ、博士の精神状態はあまり良くないわ。まだネストマザーの影響下にいるせいで長くは話せないみたい。すぐにブラックミストの中に戻ってしまったの。隔離キャビンの数値異常。リアさん、博士は聞こえている。レビリア、ネストマザーにもね。ネストマザーはどこに。私の頭の中で私と同じものを見て聞いている。このキャビンにいてもその影響からは逃れられないわ。あなたを通して遠くのことでも感知できるというの。すべての廃棄種がネストマザーの目や耳となる。誰も逆らえないわ。彼女の意志がこちらに向けばここのことはすべて筒抜けよ。今はまだインニスの海底に注意が向いているから気づかれていないようだけど、いつまでこうしていられるか。インニスの海底。さあ
私もネストマザーの意思が完全にわかるわけじゃない。でも呼びかけは激しくなってきている。子供たちを使って自身を解放する気よ。解放する？ネストマザーは黒岩の檻に閉じ込められている。だけどその力が次第に弱くなって檻が破られてしまうと、ネストマザーは再び姿を現すでしょうね。黒岩の檻、まさかその檻がイニスの海底にあるというの？ネストマザーの居場所はわからないわ。インニスの近くかもしれないし、秩序なきアビスのような異空間かもしれない。ネストマザーを封じ込める力を持つ存在って一体？秩序なきアビスの黒岩遺跡も彼らが築いたというの？わからない。ハイパーアブさんとの意思は感じ取れないの。定位の廃棄種はネストマザーのような古い記憶がないから、その憎しみも受け継いでいないようね。今でも彼女らに侵食されながらそれを理解しようとしているけど、近づけば近づくほど自分が失われそうになる。これ以上はもう無理よ。レビリア、隔離キャビンの数値が下がりだしたわ。博士の精神レベルが弱体化してきている。ああ見られている。感覚を奪われる前に隠れないと。ブラックミストがあれば意識を遮断してくれる。インニスで必ず阻止して。博士の言葉が本当ならここにはもう人類の居場所などないのかもしれないな。この件をハガードの本部に連絡して支援を要請することとしよう。最悪の事態を防ぐには相応の準備が必要だ。ユリン様、残念ながら博士は今落ち着いて話せる状態ではありません。しかし彼女は私たちの知らないより多くの情報を持っているはずです。うん。博士の状態を安定させるにはネストマザーの影響を断ち切るしかない。エスター、この件はあなたに任せよう。ドクター・クレイフォーが協力してくれるはずだ。承知しました。その間ドクター・レビリアには隔離キャビンにいてもらう必要があるな。彼女をミラポリスに連れて行くのは危険が大きい。フィアセンター長とメリル隊長のエクセキューターたちが警備に協力してくれるだろう。承知いたしました。インニスの件だが、リンヤ、すぐ調査に向かうように。必要ならばインニスの人々を順次ミラポリスに戻し避難させろ。了解です。ことは急を要するわね。研究センターの長距離転送ゲートでインニスへ向かって。分かった。レビリアのことは二人に任せたわ。安心して、しっかり守るから。うん。エクセキューターシャーリーさん、行きましょう。ごめんね、リンヤさん。公務に支障が出ちゃって。転送ゲートが使えないの？うん、5分前までは動いてたんだけど、さっき試運転してみたらインニスの転送ビーコンを特定できなかったの。原因はわかる？いろいろ調べてるんだけど、通信施設やインニスの転送装置の問題かも。もしもし、インニスの技術スタッフに連絡がついたの？何？第10通信基地？うん、分かった。悪いニュースよ。第10通信基地で何かあったみたい。連絡が取れないの。第10通信基地って？少し離れた円形の谷にある基地よ。こっちとインニスの間の通信や転送経路を安定させる役目を担ってるの。あそこに何かあれば
インニスと連絡が取れなくなるわ。どうやら偶然じゃなさそうね。基地が廃棄機種に襲撃されたのかも。セシリー、エスターに報告をお願い。私はエクセキューターと調査に向かうわ。了解。通信基地でアクシデントだって？ええ、あなたも一緒に来る？もちろんさ、ユリン様が心配されている。新しい情報は？基地に連絡したんだけど全然応答がない。おそらく本当に何かあったんだろうね。基地の通信装置の故障ということはないもん。装置の問題なら通信不能になる前に誰かをこっちによこすはずだ。もし廃棄機種に襲われたとしても、普通なら駐在するエクセキューターがすぐ本部に連絡する。なのに未だに救援要請はない。もしかしたら、もしかしたら基地の要員が情報を発信する前にやられてしまったのかも。エクセキューターと警備要員たちが短時間で制圧されるだなんて、普通の廃棄機種では考えられないわ。テンラン、現地のエクセキューターは誰？確かウーミーだったかな。新人で俺は2回しか会ったことがない。行きましょう。何が起こったのか確かめないと。気をつけて。近くで廃棄士の活動を感知したわ。やはり基地で何か起きている。ほっほっほっよっ。見習いエクセキューターのウーミーが報告します。あなたがウーミー？はい、リンヤ様。ウーミー、そんなにかしこまる必要はないわ。どうしてミラポリスとの連絡が途絶えてしまったの？私もここに戻ってきたばかりです。さっき基地を襲った廃棄種を追いかけるよう命令を受けたんですけど、途中で基地からすぐ戻るよう言われて急いで戻ってきました。正しい順序としては、廃棄種を追う前に襲撃を受けたことを早急に報告するべきだったわね。うん、私ごめんなさい、リンヤ様。他の人たちはどうしたの？わかりません。戻ってきてすぐにまた襲われて、それから皆さんに会ったので。この下のエリアに微弱な生命反応がある。廃棄機種が活動している形跡も。基地には緊急避難用のシェルターがあるはずだ。生存者がいるかもしれない。あ、そうだった、この下はシェルターでした。案内します。
これは何？インキュベーターだ。最近発見された特殊な廃棄種だよ。まさかここで出会えるとは思わなかった。あそこ、生き残った人が。集中して。まずは目の前のことに対処するのよ。はっ。確認したけど、全員意識を失っているだけだ。今のところ命に別状はない。廃棄種がとどめを刺さないなんて、どうしてなの？今までそんな記録はなかったわ。インキュベーターの持つ特殊な習性じゃないかな。海、どう思う？私もこんなの初めてだから、わかりません。天蘭。状況を本部に報告して、負傷者の収容を要請して。それとシャーリー、近くにまだ廃棄種の気配はある。この辺りにはもう廃棄種はいないみたい。シャーリーさん、廃棄種を探知できるの？すっごい。普通は大型の探知装置が必要なのに。以前セシリーさんに機能をアップグレードしてもらったの。範囲は狭いけど、みんなの役に立てたらいいなって。へえ。じゃあ私にもできるかな。おしゃべりは終わりよ。任務を忘れないで。海、ここの装置はまだ動かせる？早く本部がインニスと連絡を取れるようにしないと。あ、はい。今すぐ確かめてきます。私たちも他に手がかりがないか探しましょう。ここの廃棄種を排除したとはいえ、どうして襲撃されたのかまだ分かっていないわ。中継ステーションに自動修復できない故障があって、手作業でやらなきゃいけないんです。中継ステーションって、この先の正気の沼にあるあれかい？あそこも廃棄種に攻撃されたのか。ミラポリスは外部の重要設備に防御シールドを展開しているわ。普通の廃棄種にそれらの設備を破壊することはできないはず。通信関連の施設が同時に襲撃されている点も気になるわね。この2つが無関係とも思えない。廃棄種の目的は私たちとインニスを切り離すことに違いないわ。でもでも、廃棄種って本能で動くモンスターに過ぎないんじゃないんですか？こんな目的を持ったような行動ができるんでしょうか？ウーミン、あなたはあれがただの知恵を持たない怪物だと思う。私は一番定位の廃棄種しか見たことがなくて、わからないです。まあいいわ。天蘭、本部からの応答は？すぐに引き継ぎの人員が来るみたいだ。ユリン様は正気の沼の中継ステーションの異常を調査して、通信の早急な回復を求めてる。じゃあ私はここで本部の応援を待ちます。仲間たちの意識がまだ戻ってないし、今廃棄種に襲われたら危ないから。いいえ、あなたも一緒に来て。正気の沼に詳しいんでしょ？
まずはステーションの修復が先よ。え、じゃあここの安全はどうするんですか？廃棄種はもう駆除したわ。すぐに本部から人が来るそうだから安心しなさい。じゃあ案内します。この先です。着いた。すごい、植物が生い茂ってる。いろんな生き物がいそうだ。ああ、ある意味その通りさ。植物にとってここは天国だろうね。ならどうしてミラポリスはここに町を作らなかったんだろう。俺がさっき言った天国ってのは人間にとってのじゃない。あそこに霧が見えるだろう。あれは水蒸気じゃなくて人体に有害な瘴気なのさ。瘴気？ここは地上の再植民時代に建てた生態研究所の跡地で、人工的に遺伝子改良を加えた変異生物種が保存されていた。だけど廃棄種に破壊された結果、多くの変異生物たちが自然環境に出ていってしまった。生物たちはすぐに環境に適応し、完全な生態系を築いてしまった。惜しいことにそこで人間に有害な毒素が発生してしまったんだ。雨の日や湿度が高い時期には瘴気が発生しやすくなる。だから人間にとっては必ずしも生活しやすい場所じゃないのさ。ペンランさん、すごく詳しいですね。ここに昔いた友人に聞いただけだよ。まったく残念だな、こんなに。おしゃべりはまた後よ。海、入り組んだ地形だからあなたが頼りよ。あ、はい。中継ステーションは全部で3カ所です。ついてきてください。気をつけて、この先に廃棄種がいる。そう来ると思ったよ。この辺りは廃棄種の活動が多いの？たまにうろついてる個体はいますけど、今日みたいに一斉に現れることは少ないです。こんなの序の口さ。この先もっと厄介なやつが出てこないとも限らない。まさかでっかいやつが影から見てるなんてことは。私アブサントと戦ったことないのに。それを解決するために来たんでしょ。海、この先は案内して。リンヤ様、ここからは分かれて行動しませんか？え？3つのステーションは瘴気の沼の別々の場所にあるんです。みんな一緒だと調査に時間がかかっちゃいますから、3組に分かれるのはどうでしょう？でも俺たちはここの地形を知らないんだ。簡単に言うけど別行動は危険じゃないかな。うん、ことは急を要する。重要なのは早くステーションを直すことだ。ウーミーの提案も一理あるかも。そうね、手間を省けるならありかもしれないわ。じゃあ地形図をみんなと同期させてっと。よし、できた。ウーミー、どう分かれたらいいと思う？私？ここの地形に一番詳しいのは君だ。君の意見を参考にするのは当然だろ。私が決めていいのなら、1号と3号の中継ステーションはここから近いから、リンヤ様と天蘭さんにそれぞれ調査してもらって、2号ステーションは遠いから地形を知ってる私がシャーリーさんたち2人と一緒に向かうのはどうでしょう？
これなら手強い廃棄種がいても大丈夫なはずです。おっと待て待て、それはまずい。え、理由はだな、俺はその方向音痴なんだ。それなら私とシャーリーが1号ステーションね。ウーミーはエクセキューターとテンランを連れて3号ステーションに向かって、終わったら2号ステーションで落ち合いましょう。もし厄介事が起きたら、あなたにはお手の物でしょ。そうだね、じゃあ行くとするか。ウミ、あれを見たことはあるか？俺たちは運がいいな。あの花はアブさんとのテリトリー能力でできたものだ。運がいい、だって厄介事の方から飛び込んできてくれたんだ。手間が省けるだろう。この花がアブさんとのテリトリー能力のせいだってどうしてわかったんですか？アブさんとが近くにいるのを感じるからね。それにリンヤさんに連絡できない、通信が遮断されているに違いない。えー、うかつに触らないように。この能力は初めて見る。やっぱり廃棄種に破壊されてる。ああ、破壊の規模から見て俺たちの手には負えそうもないな。悪いアブさんとめ、許せないよもう。アブさんと？いやいや、俺が言ってるのは近くのフィールド発生装置の方さ。どうして動いていないんだ？外部の攻撃で壊されたんじゃなく、何か別の方法で停止させられたんだ。だけどフィールド発生装置の制御パネルは基地にあって、権限があるものしか遠隔で停止はできない。基地の誰かがフィールド発生装置を停止させたってことか？ただの仮説さ。廃棄種の力でセキュリティシステムまで破られるとは思えない。そうじゃなきゃ。そんな、まさかたまたまただの設備の故障か何かじゃないかな。はあ、できることはなさそうだ。2号ステーションでリンヤさんたちと落ち合おう。何か分かったかもしれない。Thank you.
周りの糸に触れるなよ。あれはトラップだ。大丈夫か？こっちは大丈夫。ウーミーを見なかった？ウーミーなら隠れてるんじゃないかな。隠れてる？モンスターは倒しただろ。隠れるのはモンスターからだけとは限らないさ。どういう意味？ウーミーのやつどこか変だと思わなかった？変？まあ少しは。君もおかしいと思ったんだな。例えばどんなところ？見習いエクセキューターだとしても正規の訓練を受けているはずだ。襲撃を受けた時に報告もせず勝手に持ち場を離れるなんて、それは重大な規律違反だろう。でも彼女はその深刻さをあまり気にしていなかった。それに他に生存者がいないかと凛也さんに聞かれた時もすぐにシェルターのことを言わなかった。シャーリーに生命反応があると言われて初めて俺たちを地下室に案内した。そうだな。おそらくウーミーは嘘をついている。それも一度だけじゃない。最初は突然の襲撃に巻き込まれて混乱しているんだろうと思った。だけどリンヤさんが通信装置を点検しようとすると何も言わずに従った。エクセキューターの任務は安全を守ることであって、技術設備を扱う知識や権限はないはずだ。なのにウーミーはこの命令を何の違和感もなくやってのけた。おそらく気を失った技術スタッフから暗号キーを盗み取って彼らの知識や技術を学んだんだろう。その方法まではわからないけど、もちろんリンヤさんの命令に従うふりをしただけかもしれない。どちらにしろあのウーミーって子には何かありそうだ。リンヤさんも気づいてるんだよな。大丈夫、リンヤさんもきっと気づいてる。こんな子供騙しに引っかかったりしないさ。さ、みんなと合流しよう。え、ウーミーを放っておいていいのか？気にしなくていい。きっと向こうから探しに来るさ。あれ、でも彼女がいないと迷うんじゃ。道わかるの？この辺りは植物サンプルを集めるのに絶好の場所でね。実はいつも歩き回ってるからとてもよく知ってる。庭みたいなもんさ。え、じゃあさっき方向音痴だって言ったのは芝居だよ。さ、行こう。リンヤさんとシャーリーさんはまだか。俺たちの方が早かったみたいだな。
何かあったのかな。何かあってもあの二人なら対処できるはずさ。だけどこっちは残念ながらどうにもならないな。装置の復旧には数日はかかりそうだ。中継ステーションを今すぐ復旧できないのなら他にインニスへ行く方法はある？転送ゲートを使わないなら海底トンネルしかないね。海底トンネル？ああ、第二都市の建設初期に作られた輸送用の通路さ。資材や設備を運んだり人の移動に使っていたんだけど、ミラポリスとインニスの間に安定した転送ゲートができてからはあまり使われなくなったんだ。トンネルの入り口はこの辺り。あそこだ。あれは海？何が起きてるか見に行くぞ。リンヤさん、リンヤ様、助けてください。しなさい。まだ私たちを騙せるなんて思ってないでしょうね。いつから分かってたんですか？あなたの下手な芝居なんて最初からお見通しよ。生きてる。意識を失っているだけだ。基地の人たちと同じ状態かな。ああ、廃棄種は彼らを殺さなかったみたいだ。寄生して操り人形にするためだろう。寄生タイプの廃棄種は人類にとって新たな脅威ね。攻撃してくるだけのモンスターよりはるかに厄介だわ。早く状況を本部に報告しないと。この泥の怪物はどうする？ここでバラバラに処理するか、持ち帰ってエスターさんたちに見せるか。もちろん持ち帰るわ。貴重な研究サンプルだもの。デンラン、そのモンスターはあなたに任せるわ。いや、それはちょっと。ウーミンはどうしよう。廃棄種は体内から駆除したけど、元に戻ったって言えるのかな？そうだな、おそらく大丈夫だろう。
目が覚めたんだね。え、皆さん。あ、リリ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 リ何が起きたか覚えてる？え、私さっきまで練習してたってことは覚えてます。練習？はあ、違います、パトロール。あ、そう、パトロールです。ああ、覚えていないみたいだな。君はさっきまで愛機種に体を乗っ取られて俺たちを困らせてたんだぞ。あまりウーミーを脅かさないの。廃棄種の影響を受けていた人たちは早急に検査が必要よ。戻りましょう。え？だけどこの惨状はどうするんだ。それにトンネルを通ってインニスには行かないのか。ここの修復と後始末は本部に任せましょう。トンネルは長年放置していたせいで中の状況がわからない。本部と話し合ってから次の手を決めないと。異論なし。わかった、そうしよう。持ち帰ってくれたサンプルはとても貴重なものよ。寄生型廃棄種は今までになかった。今回の発見はドクター・クレイフォーの研究にも役立つわ。ウーミーだけでなく第10通信基地の人員たちも廃棄種に寄生されていた可能性があるわ。一定期間隔離して観察するべきだと思うの。ええ、手配しておく。ただ今の技術で寄生された個体を識別できるかどうかは保証できないけど。寄生体は宿主の体内にうまく隠れられる。ウーミーが寄生されていた間も彼女の体内からは廃棄種の信号を検出できなかった。リンヤさんが彼女の異常に気づかなかったらきっとあのまま騙されていたわ。ドクター・レビリアに識別をお願いすることはできないかな。そうね、レビリアならそれが可能かもしれない。だけど彼らが長期にわたって潜在的な影響を受けてきたかどうか慎重に判断しないと。それに気になるのは。言いたいことはわかるわ。ウーミーたちよりも前に寄生された人間がいる可能性は高い。でも公にすれば混乱を招きかねないわ。それは裏で対処するしかない。ユリン様はこの新型廃棄種の研究に注力するよう研究部門に要請したわ。だけど彼らの特性と宿主への影響を解明するにはまだ時間がかかりそうよ。リンヤ、この件はこちらで対応するわ。あなたたちにはユリン様から次の任務よ。トンネル経由でインニスまで行けということね。話が早いわ。今はインニスの状況を把握することが最優先事項よ。正気の沼にある転送設備はしばらく使えないから海底トンネルを通っていくしかないわ。ただトンネルの構造は複雑だし内部に廃棄種や危険な生物がいないとも限らない。あそこを通るならトンネルの地形に詳しい誰かに案内してもらった方がいいでしょうね。僕なら皆さんの初めまして、イカロスです。コードネームはマークです。イカロスさん。エスターさん、リンヤさん。イカロスさん、戻っていったの？ええ、エルリック様がデラの状況を心配してあなた方のお手伝いをするよう僕を帰還させたんです。このお二人はエクセキューターさんとシャーリーさんですね。
はじめまして、イカロスです。コードネームはマークです。マーク？マーク小隊の隊長の？ええ、まあ。イカロスさんと彼の小隊は以前第二都市インニスに派遣されていたの。だから紹介する機会がなかった。今回報告のために第九地区に戻っていなかったら、僕もインニスに閉じ込められていたかもしれませんね。あなた、インニスのことが心配ではないみたいね。数日前、隊員のシロさんが海底に未知の変化を発見して、オフィサーフィオナに対応を要請していました。一時的にミラポリスとの連絡が途絶えても、彼女たちだけで防衛できるはずです。イカロスさん、私たちを案内してくれるって言ったわね。あのトンネルに詳しいの？オフィサーフィオナがトンネル内の図面を見せてくれました。以前簡単に探索もしたことがあります。任せてください。そうね、それならインニスとの連絡任務はあなたとリンヤ、それにエクセキューターさんとシャーリーさんに頼むわ。ユリン様は天蘭にはミラポリスに残って緊急業務を処理してほしいそうなの。そう、では準備ができ次第出発しましょう。